も改めてですね、はい、電動のクモも取れ。皆さん今お酒飲んでかなり盛り上がっていらっしゃいますけども、今ですね、景気回復なんていう言葉が結構テレビなんかの上手ですよね。皆さん、この景気って何か実感されてますか？また景気の話。GLT。 いや、いいな。だからこう、景気回復なんて言葉が結構今出てますよね。知りません。すいません。どんなところが？どういうところが？正しい、それ正しい。いやいや、そんなことは全然ない。ただ流れとしてね、今ね、まあ例えば円安が進んだりだとか、株価が上がったりとか、なんとなく雰囲気がそんな雰囲気に戻ってんじゃないかなってどう思いますか？雰囲気だけです。雰囲気だけです。仕事が結構ね、仕事をやってる人も。普通の仕事だけど、これが嬉しくなりましたね。だから、すごい結構の仕事。うちは LED の取り付けをしてるんですけど、はい、だから、全然、研究はいいんですけど、だけど、その、他の仕事っていうのは、人が余ってるような。電気全体で、ただじゃあ業界全体で見ると決してそんなにいいとはあまり感じないってことですね。ダメです。ダメじゃないですけど、安倍さんのやつはエコの部類だけ処分で業界で。あとは普通ですよね。LED はでもエコですから、やっぱりいいんでしょうかね。いや、だから、そうだ、ね、はい、いいですよ、はい、ちょっと並んでるお酒もどうなんですか？普段からビールを飲まれるんですか？みんな同じことですか？飲みてから飲んでるやろ。普段は、じゃあ普段個人本物のビールはあんま飲まれない。僕は飲んでます。それ個人的なことです。だけどあんまり宴会の時に暗号書持ってきたら、ね、うちの職員で、こんな会社の男に。いや、それ買います。いや、そのとね、僕もやっぱりちょっと、この辺の並んでるお食事も結構豪華じゃないですか。どうなんですか？豪華ってだいぶ減ったからね。これやっぱちょっと奮発した感とかってあるんですか？大丈夫。見えるんですか？そこで誰か。そうだよ。そこで買ってきたの。ちなみに発泡酒飲まれる。なんかこう花見だからちょっと奮発しようとか感じありますか？何が美味しいんだろう。怒られてるし。有名人。